そうさ、カーボーイのロープ。こんにちは。はい。CSB の中島志郎です。本日は、ゴルフ界の YouTuber、はい、それから、テクニシャン、横田慎一プロに、お話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。日本に久しぶりに帰ってきたんで、はい、実はちょっと最近体もなんか硬くなってきて、うん、ボールに力がうまく伝わらなくなってきたんですよ、うん、なのでちょっと一個だけでもアドバイスをいただいてカナダに帰りたいなと思ってきました。はい、はい、どういう試合とかになると、はい、回転が少しこう少なくなって、うん、最後までこう振り切っていけなくなっちゃうんです。はい、あとビデオ見るとやっぱり腕がちょっと硬いっていうか、ああそんな感じに自分では感じるんですよね。なるほど、はい。実は僕歌出したんですよ。ブランブラン体操で、あれは僕が YouTube をこの3年間やって、うん、集大成をまとめた歌なんですよ。その技術面とかそういったことを含めて、そう、うん、でそれをちょっと面白おかしくちょっと3分ちょっとの動画にまとめたのがブランブラン体操なんですけど、ブランブラン体操、力がなくても飛ぶ方法、まずはこの法則を。それをね、やっぱり踏まえると、それを勉強すると今球に力が伝わんないっていうのを改善必ずできると思うんですよ。了解です。はい、これはな、まあ、中身どういうことかっていうと、うん、まあ、結局基本のベースの動きはこのブラン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 、うん、ブランブラン体操っていう、うん、まあ、こうやってただ腕をブラブラするだけなんですけれど、うんうん、この力を抜いてもこれを早く振ろうと思ったら、うん、このバックスイング、これを、うん、踏み込みだけでいけるし、はいはい、ね、このドラコン選手はこれだけで、ね、腕はこんな力抜いても腕は速く振れるし、という、まあ、要は遠心力をどういうふうに使うか、遠心力を使うときにもっとこう地面の力とかも合わせタイミング合わせて使っていくっていう感じ。そうです、うん、だから遠心力ってどういうふうに働くと遠心力が生まれるかっていうのは、うんうん、まあ、こういうね、こういうものだったり、これを回していくときに、うん、じゃあどうやってこの遠心力を効かすかっていうと、うん、これを回すためにはこの円の中心方向にガンと引っ張ると回っていくわけです。クッくっくって感じですね。そうです。だから、うん、ゴルフクラブでも何でもここに周りに遠心力が働くじゃないですか、うんうんうん、これイコール中心方向に向かう力と書いて向心力って、はいはいはい、向かう中心、はいはい、こうあったらこっちですね。そうそう、うん、こう行くんならこっちにカーボーイのロープ、うん、ね、ふわって引っ張るとバンっていくでしょ、うんうんうん、ふわって引っ張ればバンっていく、うん、これが要するに、じゃあゴルフクラブに見立てるならば、うん、でこれプラプラさせるわけですよ。ブラン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 、はいはい、じゃあこのバットの先っぽをどうすれば走らせられるかってちょっとやってみてください。見えるかどうか。まあまあね、まあそれも、うん、それか、お、そう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 、そうそう、今上下に振ってるでしょ、うんうん、そうそう、これが要するに最終的にほら地面縦方向の、うんうんうん、今地面反力だし、うんうん、で1個目やったのは今度左右の方向の、うんうん、地面反力、水平方向の、そうそう、力ね、そうそう、だからこっちヘッドが先っぽが行くときに1回目はこう引っ張ったわけでしょ、うんうんうん、これを引っ張ると前が上がる、そう、反対方向に、うん、要はヘッドが向こうに行こうとしてるときに視点を逆方向にポーンと引っ張ってあげればヘッドで跳ね上がるし、うんうん、2回目シローさんがやったのは、うん、これを持ち上げたわけでしょ、こうやって、うん、これもね、ちょっと 今、うん、今わざと止めてますけど、うんうんうん、飛んでっちゃうから、うんうん、これもポンって上に跳ね返れば、
だこれをつまんでやる、ブラブラにすればするほど分かりやすいわけですよ、うんうん、この中心がどう動けばいいかって、うん、だからアマチュアの人ほど頭を動かさないって言って、うんうん、こういう上司に髪を抑えられてこうやってやってるわけじゃん。これ自身はヘッドは走りませんよって話で、うんうんうん、ね、タイガー・ウッズだって、ね、元テコの原料、そうそう、マキロイだってここでめちゃくちゃ頭下がるじゃないですか、うんうん、頭下がってで、そうそう、ここで足でガーンと蹴るわけでしょ、うんうん、そうするとこのブラブラの、まあ、中心点、まあ、首の付け根あたりですかね、うん、このブラブラの中心点が、うん、さっきやった振られる、さっきやった動きと、うん、同じになるわけ。そうだね、振られるってことですよね。そう、じゃあ例えばアンダースローで向こうにボール投げようっていう時にね、うん、ボーンって最初は手で投げられるけど、うん、もう10ヤード飛ばしてみんって言ったら、うん、絶対そうそうそう、うん、頭が上下動するわけだから、うんうんうん、要するに何が大事かっていうと、うん、ヘッドが落ちる時、うん、ヘッドが落ちる時は自分が上がっちゃった方がヘッドが走るわけ、うんうん、ね、うんうん、それを勘違いして、ヘッドを落としたいときに自分も落ちるとヘッドって逆に止まっちゃうんですよ、うんうん、なんかその時にやっぱりもう少しうまく股関節が使えれば、うん、ガッてこう上がれるのに、うん、こういうふうにお尻がちょっと前出るなんですよ、アーリーエクステンション、うん、こういうふうに上もこうちょっと上がっちゃう、うんうん、だそれは何が足りないかっていうと、うん、上に上がる分沈み込みが足りないわけですよ、ね、その前に、あ、その前に、うんうん、だから十分なスクワットダウンが入ってれば、うん、おー、なるほど、でドーンって、そっか、 その前にもっとグッバッと、そうそうそう、うん、じゃああんまりここをこう止めといてってのは気にしなくていいですか、もうさらっと上がれよっていう、そうそう、だからこれもアプローチ、ね、こうアプローチでもその動きってあるわけで、うん、こういうふうにこういう動きもあるし、逆にアプローチの体重の意図なんていうのは、うん、逆に上げるときは左、うん、フォローのときに右にちょっと戻るみたいな、ね、こういうのもありだし、そうすると、うん、めちゃくちゃ手首ゆるゆるにして、うん、ヘッドがポーンと走ったら、うん、めっちゃかっこいいから、サンプでパーンっていわゆる、ね、プロ系な乾いた音、うん、これを鳴らすことができる、なるほど、うん、でまずこれがそう、うん、ブランブラン体操の遠心力についてがまず一つです。で次の動画で、はい、今度は二重振り子っていうのについて、オッケー、ブラン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 体操、うん、力がなくても飛ぶ方法まずはこの法則です。今度二重振り子というね、この釣りのやつ、あとピッチャーだってそうなってる、うん、この走りっぱなしだで腕が、うん、このしなったまんまだから、このしなりをバーンと戻す、この、okay. もう戻すのをゴルフでどう使うかっていうのを次の動画で説明したいと思います。じゃあ次の動画で二重振り子、はい、二重振り子行ってみたいと思います。はい、はい、じゃあ今日はここのぐらいで、ここまでです。はい、今日は横田慎一プロによるブランブラン体操を軸にした、はい、メソッドをご紹介いただきました、はい、皆さんもぜひブランブラン体操を見てみてください。はい、はい、それでは次回お楽しみに、はい、さよなら、さよなら